平野紫耀、ファンとのオープンなコミュニケーション、下ネタ解禁についての彼の率直な言葉、ジャニーズ出身で、今やソロアーキストとして成功を収めている平野紫耀が、最近の彼のインスタグラムでの発言が注目を浴びています。彼はファンからの質問に答える形で、以前は NG だったと語られていた下ネタについてオープンに語りました。 その結果、ファンの反応は賛否両論となり、その真意について考察してみましょう。平野志洋は、もともとはキングプリンス、キンプリのメンバーとして知られ、ジャニーズ事務所に所属していました。彼はジャニーズ時代、下ネタに関する発言が制限されていたことを告白し、この制約から解放された今、ファンとのオープンなコミュニケーションを楽しんでいます。 その結果、ファンの一部からは歓迎されていますが、一方で批判的な声も上がっています。10月9日、平野耀は自身のインスタグラムストーリーズでファンから寄せられた質問に答えました。その中には性的な質問も含まれており、これに対して平野はファンの気持ちを尊重しつつ答えました。 その際、彼は下ネタに関する制約があったことを語り、なぜなら絶対カットだったから、と語っています。この発言に対して多くのファンは平野の率直さを歓迎しました。しかし、中にはこのようなトピックに関しては消極的なファンも存在し、下ネタに対する批判的な声も聞かれました。 一部のファンは質問の選択に慎重であるべきだと訴え、下ネタを嫌う意見もありました。平野はこうした批判的な声にも配慮し、ファン同士の対立を避けることを望んでいます。彼は俺は全然大丈夫だよ。としつつもファン同士とかで DI になるのも俺は嫌だな、とコメントしました。彼のファンを大切に思い、 コミュニケーションを円滑に保つために努力していることが伺えます。また、平野は自身の下ネタに関する発言についても言及しました。彼は本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいでなんか嫌、と述べ、ファンからの質問にはありのままの自分を見せたいとの思いを表明しました。ジャニーズ時代の制約から解放されたことで、 自分自身との向き合い方が変わったようです。一方で平野は以前テレビ番組でこの業界で生きているとあんまり生きているという実感がないじゃないですかという発言をしておりファンから心配の声が寄せられていました。しかし最近の発言を通じてファンとの時間を大切にし自分らしい姿を取り戻そうとしている様子が伺えます。 ヒラノシのファンは彼の率直な言葉に感銘を受けており、彼の人間性と考え方に感動しています。ジャニーズ時代の制約から解放された今、平野はファンとのオープンなコミュニケーションを楽しんでおり、彼自身も成長を遂げています。ヒラノシはジャニーズ時代の制約から解放され、ファンとのオープンなコミュニケーションを楽しんでいます。 彼の率直な言葉とファンへの思いがファンに感動を与えており、彼自身も成長を遂げています。彼はファンの気持ちを尊重し、コミュニケーションを円滑に保つ努力をしており、その姿勢は多くのファンに支持されています。